交通安全の話題が続きましたが、万が一事故に遭ってしまったとき、頭を守ってくれるのがヘルメット。現在、東京都内の多くの市区町村で、自転車の利用の際の着用促進に向けたヘルメットの購入費の助成が実施されています。ここで放送エリアの各区の実施状況と助成の内容をお伝えします。はじめに中野区です。一定の安全基準を満たした新品のヘルメットを区内の事業協力店で購入する場合に限り、2000円を割引いた価格で買うことができます。対象者は中野区に住んでいる方、来年の3月31日までの期間で1人1回限り利用することができます。続いて杉並区です。昨年11月から始まったヘルメット購入費の助成は3月17日に終了。現在は行われていません。代わって港区です。来年3月31日までの期間、一定の安全基準を満たしたヘルメットを購入した人に対し、区内共通商品券2000円分が渡されます。対象者は区内在住で自転車損害賠償保険などに加入している方です。最後に新宿区です。2022年12月23日以降に一定の安全基準を満たした新品のヘルメットを購入した人に対して1回1個限りで3000円を助成します。対象者は申請日時点で区内在住の方、申請期間は6月28日までとなっています。